震度3を茨城県、そして栃木県、埼玉県、群馬県、そして東京や神奈川、山梨、そして静岡など広い範囲で震度3を観測しています。その他広い範囲で震度2から震度1を観測しています。この地震の震源は埼玉県の南部、震源の深さは100キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.2 と推定されています。テレビの画面は地震が発生した時の東京都内の様子です。カメラが左右に揺れている様子がわかります。この地震による津波の心配はありません。テレビの映像は地震が発生した時の東京都内の様子をご覧いただいています。だいぶ揺れが長く続きました。画面が左右に揺れている様子、カメラが左右に揺れている様子がわかります。強く揺れた地域の皆さんは落ち着いて行動してください。ご覧のように関東地方を中心に広い範囲で震度3を観測しました。その他広い範囲震度2から1を観測しています。この地震による津波の心配はありません。